逃がさないぜミモザ。チャイ、バックステージエリアへ急げ。待ってろよミモザ。チャイ、そのまま廊下を進めばミモザの楽屋だ。侵入者を取り逃がしてしまいました。あいつには舞台の邪魔をさせないわ。すぐに私の出番にしなさい。今すぐよ。今は自動合唱団の出番です。テントにでも放り込んでおきなさいよ。急は難しい。じゃあいつものシャイ様お得意のアドリブ作戦で。楽屋に侵入できたよチャイ。今どこだ。俺はサメの格好でステージに向かってる。人生いろいろだ。急いでください。ミモザ殿が登場します。チャイ、コソコソやってる暇はないわ。直接ミモザを狙って。この格好じゃコソコソってのは無理だな。オッケー、脱出プランは頼んだぜ。任せろ。人生が待ってるわ。ミモザメ、わざとらしいやつだ。早くステージに上がらないと。もうちょい。できるだけダメージを与えろ。ただじゃ済まさないわよ。ダイ、ドレスのリチャージが完了したわ。私を呼び出してリチャージする暇を与えるな。言ってーな。加減にしろ。大事なドレスだって言ってるでしょ。これでも食らえ。相手が悪かったね。これはどう。アイブランドの力よ。
ゃうわ。もっとリスキーに。照明も暗くしちゃった。ショーは続けろだろう。
この感じハマっちゃうかも。すごいわチャイ。そろそろここを出た方がいい。準備はいいか。電気経路変更。照明をつけろ。探せ。信じられん。おまけにコルシカまで裏切っただと？役立たずどもが。厳密に言えばもうケール殿とわしの二人だけだ。黙れロックフォール。タワーの防衛を最優先し予算の再配分まで行ったんだ。猫一匹。セキュリティに随分詳しいな。へえ、そう。まずはコーヒーを飲んで。食堂。キャンパスは閉鎖しろと言ったが。全て。じゃあコーヒーはどうする。早いうちに手を打つ必要。